はい、皆さんこんにちは。今日はですね、シャープの電子ノート WGN10 で、自分のね、お好みのノートを作る方法についてご紹介したいと思います。以前ね、リフィル機能のところで、一回トライアルして失敗しちゃいましたけども、その方法が分かりましたので、ご紹介したいなと思います。で、扱えるファイルっていうのは、画像ファイル、BMP 形式である必要があります。それと、BMP のファイルの大きさっていうのは、600×700。この600×700というね、ピクセル数、これがね、キーポイントになります。これを外れるとね、どうも、インポートできるファイルとして認識できないみたいですね。なので、画像はそのピクセル数に合わす必要があります。はい、それではまず、それのですね、機能を、手順を追ってですね、説明したいと思います。はい、であらかじめ、ね、使う画像はちょっとサンプルを作ってますんで、それを使いたいなと思います。はい、それではまず、第1の作業ですけども、おなじみの私のこの画面ですけど、まずね、パソコンとつなぐ必要があります。なので、ちょっとホーム画面から行きましょうか。左下のこの接続ですね。おなじみの接続。それから一番下の USB 接続モード。これをまずオンにします。で、接続。これがね、ちょっと、エクスポート書き出しの時とはちょっと違う手順になります。ね。で、接続中ですよということで、パソコン上はこんな風にデバイスとして認識しました。ということで、フォルダを開けます。で、重要なのは、ここの3つのね、インポートというフォルダを開けます。当然今からです。で、取り込みたい画像のフォルダを開いて、このインポートのファイルへドラッグしてきます。これで、本体の中のインポートのフォルダに、取り込まれました。はい。で、これをですね、本体で認識させる必要があります。まず、もうパソコンとの接続は必要ないんで、接続は一度キャンセルをします。ね。で、その後で、この上から2番目ですね。連携のところの上から2番目のところに、画像取り込みというのがあります。この画像取り込みというのを、クリックしますとね、今1枚で、ね、画像をファイルに取り込みましたので、1枚の画像を取り込みますということで、以前のデータは消去されます。これね、常に上書きされちゃうんで、いいえを押すともうキャンセルになるだけなんで、これはもうはいにするしかないです。はい。ということで、取り込みということで、新しいノートが出来上がりました。ということで、その出来上がったノートを確認しましょうということで、確認します。はい。ね。で、元のホームへ戻るとですね、ここに新しいノートが作成されました。ね。ノートの名前は以前、基本機能のその1でご紹介しました通りね、ノートの名前を変更したいときは、下のこのノートの名前変更というところで行ってください。で、先ほどインポートしたね、中身を確認しましょうということで、これを開きますとね、なんとなんと、私が取り込んだ綾波レイちゃんの画像ね、ちょっと、ごめんなさい、光ってて見にくいね。こんな感じで、綾波レイちゃんの画像ね、取り込みました。で、この取り込んだ画像っていうのは、消えませんので、例えばこの上からですね、太字で、例えば、レイ、ね、レイ、ね、こんなふうに書けるわけですよ。ね、レイちゃん、ラブ。ね。で、例えばこれを消しゴムで消しても、下の絵は消えないんですね。ね、下の絵は消えません。なぜならば、テンプレートとしてね、このレイちゃんが認識されてるからなんですね。だから、これ消えないですね、下の絵は。ね。で、マーカーも同じです。ね。ちょっとこんがりレイちゃん、ね、日焼けしましょうということで、こうマーカーでね、
こう塗ったりしますね。でマーカーの消しゴムね使って消しても、ほらレイちゃんは残ってるとね、焼けた肌が美白になったみたいなね、こんな感じになります。はい、なのでね、画像ファイルの形式さえ守れば自分のねお好みの画像を取り込んで、それを下地にね自分の特別なノートっていうのをまあ作ることができるんですよ。なので例えばまあ画像に限らず、あらかじめなんかこうマトリックス上とかね、テーブル、まあ要はあの表をね、表のまあ下地を自分で作っておいて、画像ファイルとして作っておいて、それを要は700-600のピクセル数に合わせて取り込むと、自分オリジナルのテンプレート表が作れるみたいなこともできるわけですよ。で当然画像なんで必要に応じてなんか絵をねこうポイントポイントで、まあたまたまさっき私綾波レイちゃんの画像を前面にね表示するような形にしましたけど、ちょっとポイントでねノートの片隅に置くとかっていうのをね、でそれをまあ何枚か作って一度に取り込む、1枚のやつをね中で数ページにわたってコピーできないわけですよ。なのでそれをまあ自分のまずあらかじめパソコンの中で例えば10枚なら10枚コピーして、ページ数を増やして10枚インポートするみたいなことをすれば、まあ10枚分のノートっていうのをまあ作ることができるわけですよ。うん、でこれねなかなか面白いと思いますね。自分の要はこう背景、好きな背景をノートにするということでね、結構ね、うん、面白いノートがねいっぱいできるんじゃないかなと思います。うん、そういう意味では楽しいし、まあ白黒ではありますけども、なんかこう、うん、ちょっとまあ印象のある画像をまあちょっとデータの中にストレージするっていう感じで使うっていうね、そういったまあ少しね、うん、このノートの使い方の幅が広がったんじゃないかなと思いますね。うん、まあそういうことでキーはBMP ファイルであること、それからもう一つピクセル数は 600×700 を守るということです。これさえ守れば、まあ残念ながらカラーは無理なんですけどね、白黒の画像は、取り込めて、まあ使えると。まあ白黒の画像って言いましたけど、あまりファイルが重いと大変でしょうから、まあカラーのやつでも結局まあ白黒になるんでね、ちょっとまあカラーのまあ16色とかっていうのを、まあ24色とか256色とかありますけど、ちょっとまあ色をね落として、でまあ軽いファイルで取り込むっていうことをしてやれば、まあいろいろ使えるんじゃないですかね。はい、ということでね、前回ちょっとリフィルの時にトライして失敗した課題、クリアしました。はい、これからまあ私もね好みのまあ画像なり何なりをまあ取り込んで、まあ、著作権の問題ありますからね、これ自分のためだけに使ってくださいね。ということで、自分のノートっていうのを、まあ、いろいろ作って、まあ、使っていきたいなと思います。ちょっとお役に立てましたかね。なかなかね、この WGN10 の画像をね、YouTube で上げてる方は、私以外にね、あと2人、どうもね、ケースの、まあ、紹介されてる方と、最初にアンボックスされて、いろいろちょっと説明されてる方おられますけど、なんかね、少ないみたいですね。あんまりこれ、やっぱちょっと人気ないのかもしれませんけど、まあ、そういう意味ではね、皆さんのお役に立てたんじゃないかなと思います。はい、皆さんも、もし買われた方は、自分のノートを作ってみてください。それじゃあまた、バイバイ。